皆さんはリポバッテリー何に入れて保管してる？僕はこれとこれ使っています。バッテリーの数が増えてバッグを2つ持ちにしたわけですが、いざ撮影という時には少しでも手荷物は減らしたい、大きなバッテリーバッグが欲しいと思うようになりました。そんなわけで今回手に入れたのはこいつだ。トボルのリポセーフバッグ。そもそもトボルとは何か説明しよう。トボルを開発製造するのはオランダに本社を置くレッドゴニョゴニョ社。ドローン用バッグおよびアクセサリーのブランドです。ドローンパイロットにターゲットを絞り、ニーズを細かくヒアリングして開発を続けているトボルバッグは、使いやすく壊れにくいという点で高い支持と信頼を得ています、と AI が言っていました。要するにこいつを持っていればプロっぽく見えてしまうということです。タグ見たらポーチって書いてた。バッグじゃないんだ。異国の言葉でいろいろ書いてますね。英語を勉強してこなかった人のために大雑把に訳してみます。こいつはリポバッテリーが15個入るぜ。燃えにくい素材だぜ。外側は丈夫なポリエステル製だぜ。トボルのバックパックにぴったり収まるぜ。中にはビヨーンと伸びる編み編みポケットついてるぜ。てなことが書かれていますぜ。バッグの外寸はというと、幅がだいたい24センチ、奥行きは18センチに毛が生えた程度、そして高さは10センチあるんだかないんだか。正しい寸法が気になる人はトボルのサイトへゴーだ。それでは玉手箱を開けていきましょう。ファスナーは引っかかりもなくスルスル開け閉めできます。いざオープン。あらあら、ラブなお手紙を発見。この製品は燃えにくいのであって、絶対燃えないなんて言ってないよ。防水じゃないから濡らすなよ。そんな感じのことが書いてありました。メッシュポケットも見てみよう。マジックテープもしっかりついています。プロペラも余裕で入るよ。それでは手持ちのバッテリー全部入れ替えてみようかな。機体が増えるとそれに合わせたバッテリー買っていくから、結果的にいろんな種類のバッテリー増えていきます。できるだけ機体間で共有できるバッテリーに絞って買い足していきたいものです。引っ越し作業を開始します。個人的な意見としては、立てたバッテリーがゴロリンチョするので間仕切りがあると良かったです。いかがだったでしょうか。トボルのリポセーフバッグ、各ショップ4800円くらいで販売しています。バッテリーのみならず、火炎系のキャンプグッズの蛍光や、おにぎりいっぱい入れて野山に出かけてみるのもおしゃれな使い方かもしれませんね。